トレンティーノ・アルト・アディジェ州、トレンティーノ・アルト・アディジェ自治州、南ティロル自治州は、イタリア共和国の北東部に位置する州。州都はトレント。イタリアに5つある、特別自治州の一つ。歴史的に、ティロル、南ティロルと呼ばれた地域の一部で、長らく新生ローマ帝国の支配下にあり、第一次世界大戦までは、オーストリアイコール、ハンガリー帝国領土であった。このため、 ドイツ語を母語とする、ドイツ系、バイエルン系、アレーマン系の一部の住民が多く、ボルツァーノ自治権ではイタリア語に加えてドイツ語も公用語となっている。また、一部の自治体では、レトロマンス語群のラディン語も公用語に位置づけられている。県名は、トレントを中心とする、地域名、トレンティーノ、トレント自治権と、アディジェ川上流を意味する、地域名、アルトアディジェ。 ボルツァーノ自治権を結んだ名称となっており、州所属の二つの県に対応する。ボルツァーノ自治権の領域はドイツ語で、南ティロルとも呼ばれ、両者が併記されている。イタリア共和国北東部の州で、イタリア最北端を有する州である。州域の北でオーストリアと長い国境を接し、北西でスイスに隣接する。州とトレントは、 ベネツィアから北西へ 118km、インスブルックから南南西へ 136km、ミラノから東北東へ 164km、首都ローマから西北西へ 478km の距離にある。隣接する州は以下の通り、オーストリアとの国境の大部分はティロル州との境界、北ティロル及び州の飛び地となっている東ティロルであり、 ザルツブルク州との接点はわずかである。トレンティーノ・アルトアディチェ州は歴史的にティロル地方と呼ばれた地域の一部である。州北部のボルツァーノ自治県の領域は南ティロル、州南部のトレント自治県の領域、トレンティーノは外国のティロルと称された。なお、ティロル地方はティロル薄領であったことから来ているが、ティロル薄の拠点ティロル城があった、ティロル、イタリア語。 ティローロは、ボルツァーノ自治県に所在する。人口2万人以上のコムーネは、以下の通り。人口は2011年1月1日現在。古代、州の領域には、ライティア人が居住していた。紀元前15年、ローマ帝国のティベリウスと、ダイドルススはこの地を平定して、帝国の半島に加え、ライティア属州を置いた。 西ローマ帝国の崩壊後の民族移動時代、ゲルマン人の諸部族がこの地に侵入して拡挙した。ランゴバルド人のトリデントム公国、現在のトレント周辺、アラマニニンニ人のビンシュガウ、トレント自治県西部のバルベノスタ、そして残りの地域を主中に収めたバイエルン人である。カール大帝の下で、イタリア王国が形成された後、ブリクセン、ボルツァーノより、北は、 バイエルン人の部族大公、バイエルン公国が受け継ぎ、南はベローナ公国に含まれた。1027年、新生ローマ皇帝コンラート2世は、トリエント、トレントとブリクセン、ボルツァーノの司教を帝国諸行とし、広範な世俗の領主権を認めた。これにより、領主協領はバイエルン公国から切り離された。その後、メラン、メラーの近郊ティロル、 ティロールの上主で、領主教の進化であったティロル博が台頭して、主教領内に勢力を広げ、ティロル博領を形成した、その領域が、ティロル地方という広域名称の起こりとなっている。1363年、ティロル女博マルガレーテは、ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ四世に、ティロル博を譲渡することを余儀なくされた。中世初期、サロルの遺北の地域は、ドイツ化された。 フライジングのアルベオ、723年から784年、や、オスバルト・フォン・ボルケンシュタイン、1376年から1445年、といった、中世の著名なドイツ詩人も、ティロル・白ク南部地域に生まれ育っている。1803年のリュネビルの和訳によって、領主教は、世俗の領主権を否定され、領主教領は、 ティロル博の称号を有するハプスブルク家、オーストリアに与えられた。1805年にアウステルギッツの戦いで、オーストリア帝国が敗北すると、同年のプレスブルクの和訳によって、バイエルン王国、ナポレオンの同盟国であったに与えられた。しかし1809年、新しい支配者に対して、ティロルの人々は、の指揮の下で反乱を引き起こす。反乱は、 同年のうちに鎮圧されたが、アンドレアスホーファーは、ティロルの英雄とみなされている。1810年のパリ条約により、州の領域は、オーストリア帝国とナポレオンのイタリア王国によって、分割される。フランスによる統治化、この地域は、歴史的なティロルとのつながりを避けるために、アイジェカワー上流を意味するホートアジゲという、公式名称で呼ばれた。1815年に、 ナポレオンが没落すると、この領域は、オーストリアの手に戻った。オーストリアは、オーストリア帝官領に属する、ティロル伯領、主婦、インスブルックの一部としてこの地域を支配した。現在のボルツァーノ自治権の領域は、北ティロル、ノードタイレルと区別するために、南ティロル、ズットティロルあるいは、ドイッチサドタイレルと呼ばれた。また、現在のトレント自治を、 南ティロル、ズットティロールと呼び、ボルツァーノ自治権を中ティロル、ミタルティロルとも呼ぶことも行われていた。トレント自治権の領域は、ウェルストスタイレル、ティロロイータリアーノやウェルスチャサドタイレル、ティロロマリリウナディイタリアノと呼ばれた。南ティロル、ズットティロールという語は、現在のトレンティーノアルトアディジェ州域全体を指す、語としても用いられた。1861年。 イタリア統一を果たして成立したイタリア王国であったが、その領域外にイタリア人が暮らす地域未回収のイタリアがあったことから、これらをイタリア王国に編入しようとする民族統一主義、イレデンティズムが生み出されることとなった。南ティロルトレンティーノもその目標の一つであった。イタリア王国は1882年にオーストリア及びドイツと三国同盟と結んでいたが、 オーストリアとの間には未回収のイタリア問題から摩擦があり、1914年の第一次世界大戦勃発に際してイターは中立の姿勢を示した。1915年イギリスとの密約、ロンドン条約により南ティロルトレンティーノの引き渡しが約束されるとイタリアはオーストリアに対して戦線を布告した。イタリア戦線、アルプス戦線では アルプス・ドロミティの山岳地帯で激しい戦闘が展開された。1918年10月、ビットリオ・ベネトの戦いに伴うオーストリア軍の敗走によってイタリア軍はトレントを占領した。戦後の1919 19年に結ばれたサンジェルマン条約によりイタリア王国がティロルの南部にあたる現在のトレンティのアルトアディジェ州の領域を併合すことが正式に認められた。 1919年からのイタリア王国支配下、この地域をかつてのティロルの名称で呼ぶことは禁止され、ベネツヤトリデンティナ、ベネツヤトライデンティナと呼ばれることになった。この用語は古代ローマ帝国の大獣州ベネティアイトヒストリアに由来するもので、この地域をイタリアが支配することを正当化しようとするものであるベネツヤジュリア名称も称。1922年に、 ベニート・ムッソリーニのファシスト党が政権を握ると、この地域のドイツ系住民は、イタリア化政策を強制された。1938年、ヒトラーとムッソリーニは、ドイツ語を母語とする住民を、ドイツ領土に住させるか、イタリア国内で同化させるかすることで合意する。第二次世界大戦の勃発によって、完全な再配置は妨げられたが、この時に、 ドイツに移住した数千人の人々は終戦後にその地に戻るために多大な苦労を払うこととなった。1943年、イタリア王国政府が連合国との休戦協定に署名すると、この地域はドイツ軍に占領されてアルペンホーラント作戦地域として編成され、大韓区指導者フランツホーファーの管理下に枯れた。この地域はベルの権益とに事実上、 ドイツに併合された。1945年のナチスドイツの敗北により、イタリア王国による支配が回復される。1946年、イタリアのアルチーデ・デガスペリ首相とオーストリアの外相の間で、グルーバーイコールデガスペリ協定が結ばれた。なお、デガスペリは現在のトレント自治権出身、グルーバーはインスブルック出身であった。この協定は、 イタリア共和国の憲法が制定された1947年に発行した。協定ではこの地域に相当の自治を認めること、ドイツ語とイタリア語を共に公用語とすること、ドイツ語教育を保障することが盛り込まれていた。1947年から1974年まで、この地域はトレンティーノアルトアジゲ、タイロラーエッジランドと呼ばれた。しかしながら、 実施された政策は、当地のドイツ固形住民もオーストリア政府も満足するものとはならなかった。問題は二国間の摩擦となり、1960年には国際連合で取り上げられた。1961年には新しい交渉が始まったが、民衆の不満や南チロル解放委員会をはじめとする急進的な自治主義者、分離主義者の爆弾テロや、 サボタージュなどもあり、不成功に終わった。1971年、オーストリアとイタリアの間の新たな条約が調印、批准された。南チロルをめぐる紛争については、ハーグの国際司法裁判所に仲裁を求めること、南チロルはイタリア国内において大幅な自治を認められること、オーストリアは南チロルの内政に干渉しないことを規定したものであった。新しい条約は、 当事者の多くを満足させ、分離独立問題による緊張を収束に向かわせた。1995年、オーストリアが欧州連合 EU に加盟することによって、国境を越えた協力関係は、より盛んになった。2006年5月、イタリアの就身上院議員、フランチェスコ・コシが元大統領は、この地域のイタリア国内への残留、完全な独立、 オーストリアへの返入のいずれかを決める住民投票を可能にスポー案を提出した。しかしながら分離主義者も含むすべての党派は民族間の緊張を復活させるものとしてこれを否決した。トレンティーノ・アルトアディチェ州は以下の日券からなる。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は県名略記号を示す。 人口は2011年1月1日現在。面積の単位は、キロメートル。州で用いられる二大言語はイタリア語とドイツ語である。この他に少数言語として、ラディン語や模型ニ語、チンブロ語が話されている。模型二語とチンブロ語はドイツ語系、バイエルン語の方言である。2006年の国立統計研究所、ISTAT の統計によれば、 6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り、イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がトレンティーのアルトアディジェ州の数値である。州全体でもイタリア語を使用しない住民、ドイツ語やラギン語などの和社が約1、3を占める。ボルツァーノ自治権では住民の約2、 三がイタリア語を用いない、ボルツァーノ自治権言語、民族三。州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。所属リーグは2014から15シーズン現在。四部リーグ、アマチュア最上位リーグのセリエ D では、フリウリーコール、ベネツィア・ジュリア州、ベネト州のクラブと共に、ジローネシーに属する。トレンティのアルトアディチェ州の地方リーグ、リーグとして、 エッチェレンツァ、トレンティのアルトアデジがある。定期旅客便が発着する空港としては、ガール。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。